松平健太は日本の卓球選手。石川県七尾市出身。愛称は松健。右聖空裏ドライブ型。ITTF 世界ランキング最高位は9位。段9位は7段。松平俊文。松平健二は兄。松平志保は妹。妻はタレントでフリーキャスターの玉木緑。青森山田高校を2010年に卒業し、早稲田大学に進んだ。 2006年に世界ジュニア卓球選手権男子シングルスで優勝した。ジュニアながらも世界大会での日本人選手のシングルス優勝は27年ぶりの快挙であった。2007年の世界選手権ザグレブ大会日本代表に選出され世界選手権初出場を果たし当時世界ランキング20位前後だったチェコのエースピーター・コルベルに4から0で完勝した。しかし、 同年12月に三角性に軟骨複合体損傷により手術入院し長期の離脱を余儀なくされた2008年の8月に行われた全国高等学校総合体育大会で復帰し優勝を飾る2009年1月に行われた全日本卓球選手権大会で準優勝し同年の世界選手権横浜大会の代表に選出された同大会では 格上相手に勝利を重ね、北京オリンピック金メダリストで、世界ランク2位のバリンに敗れるも、フルゲーム9から11と大健闘を見せて、ベスト16で大会を終えた。しかし、その後は、DTTL や国際試合で思うように勝てなくなった。2010年1月に行われた、平成21年度全日本卓球選手権も、シングルスは、初戦で敗退するなど不振が続いた。 このことについて、松平は、技術面ではなく、気持ちの問題ですねと述べている。同年の世界選手権モスクワ大会にも出場し、銅メダルを獲得したものの、松平だけは、調子が戻らないままベンチでの起用がほとんどであった。同年7月に行われた小木村杯、国際卓球選手権大会では、シングルスは早々と破れたが、には後期とペアを組んだダブルスで優勝した。 同月に行われたアジア競技大会日本代表男子戦公開では決勝で庭に勝利し代表に内定した2013年5月に行われた世界選手権パリ大会では世界ランクトップクラスのバリンブラディミル・サムソノフを連覇する大躍進でベスト8に進出した第52回世界卓球選手権個人戦での対 ブラディミル・サムソノフ戦2015年12月20日、2016年の世界選手権クアラルンプール大会の日本代表選考会で優勝し、男子代表に内定した。2016年時点で、旧健診がコーチをしている。11月、ITTF ワールドツアーオーストリアオープンで、ブラジルのウーゴ・カルデラノを破りシングルスで勝利し、ツアー大会初優勝。 12月25日、2017年の世界選手権デュッセルドルフ大会の日本代表選考会で2015年に続いて2年連続で優勝し男子代表に内定した。2017年5月30日、木下グループと契約を発表。2017年11月、世界ランキングが自身最高の9位となった。2018年8月に開催された ブルガリアオープンにて、オフチャロフラを倒し勝ち上がってきた、テイツチカウボン、中国を準々決勝で、フルゲームの末破ると、準決勝では、優勝候補であった、張本智和を4から2で破り、決勝では元に敗戦したものの、同大会3度目2回連続の準優勝となった。2019年の T リーグセカンドシーズンから、以前個人コーチを務めていた。 坂本隆介が監督の TTI や玉に移籍した。同年12月、国際大会から引退し、T リーグをはじめとした国内の大会に専念すると、自身のインスタグラムで発表した。2020年3月16日、タレントでフリーキャスターの玉木緑と結婚。男子では珍しい、しゃがみ込み、サービスと巧みな玉さばきが持ち味で将来を食望されている。 前陣でのプレイが主体で、レシーブ、台上処理、ブロック技術に優れ、カウンターを武器としている。中でもブロック技術が引いてており、ブロッキングを主体として、ゲームを展開していける選手の一人である。最近は、しゃがみ込み、サーブの使用頻度が減ってきている。その理由として、身長が伸びたためしゃがみ込み、サーブが短く出せなくなったことなどが挙げられる。 また、ボールがセルロイドからプラスチックへと変更になった影響で、思うように勝てなくなったが、持ち味であるストップやフリックをはじめとした、台上技術を向上させ、近年復調している。ありがとうございます。